そろそろ時間になりましたので、同志社大学一神教学際研究センター、日本オリエント学会共催の公開講演会、日本のが表すもの、西アジアにおけるアレクサンドロス大王の神聖化についての、公開、講演会を山中先生の発表で、これから開催したいと思います。おかげさまで、この、同志社大学一神教学際研究センターと日本オリエント学会の共催の研究会も2回目を迎えることができました。皆様のお手元の、プログラムの、一番裏のページに、日本オリエント学会および一神教学際研究センターの、説明は書いてございますので、そちらの方をご参考いただきたいと思うんですけども、簡単にご説明いたしますと、日本オリエント学会は古代、文明の発祥の地と知られます、チグリス・ユーフラテス、川の領域、これを、狭い意味で、古代オリエントというふうに、申しますけれども、それからですね、古代オリエントだけではなくて、これらの地域を中心にいたしまして、近現代に至るまでのですね、そういう地域の、をカバーした、研究活動を行っております。また、一神教学際研究センターは、ユダヤ教、キリスト教、イスラムという、3つの、古代オリエントで生まれました一神教を中心に、一神教世界ですね、一神教世界といいますか、今日の、アメリカ研究などにも、関わるような、現代の地域研究に関わるそういう学際的な研究を、しております。今回は山中先生にご発表いただくわけですけれども、山中先生は、アメリカのミシガンのカラムゾーカレッジを卒業されました後、東京大学の大学院、総合文化研究科で、修士課程を修了し、その後、同、研究科で博士課程を、修了中退をしておられます。で、職歴といたしましては、まず東京大学の東洋文化研究所の助手を務められました後、国立民族学博物館民族学研究所研究部の助手、それから国立民族学博物館民族文化研究所の助手で今日に至ります。研究領域といたしましては、中世イスラム世界におけるアレキサンドロス伝承、アレキサンドル大王の死後に彼にまつわるさまざまな言説が古代、ギリシャ、ローマ世界からイスラム世界へどのように伝わり、そこでどのような展開を遂げたかを比較文学的な観点から研究しておられます。今回の、オリエント学会と、同志社大学の一神教学際研究センターの、目指します研究領域、複合的な研究領域の、研究の発表に、最もふさわしい、講演者の方を迎えられて、我々としても非常に喜ばしい限りだと思っております。最初に日本オリエント学会の、常任理事でいらっしゃいます、早稲田大学第一文学部の教授でいらっしゃる前田先生の方から、簡単にご挨拶を賜りまして、その後で、講演の方に入らせていただきたいと思います。プログラムですけれども、山中先生にはですね、3時半ぐらいまで、お話をいただきまして、その後、10分ぐらいの、短い休憩を取って、その後で質疑応答という形にで進めさせていただきたいと思います。それでは前田先生、ご挨拶をよろしくお願いいたします。日本オリエント学会を代表しまして、一言ご挨拶いたします。講演会も2度目ということで、定着しつつあると聞いておりますので、本当にありがたく思っております。同志社大学の一神教学際研究センターの皆様には会場設営から何かとですね、ご迷惑をかけているんですけども、来年度もまた再来年度もこれが続いてですね、できることを願っております。でまたリピーターというんでしょうか、何度もここへ講演会にですね、ご来場願ってですね、よりこう盛り上がっていけばですね、オリエント学会という会もまたその役割を果たすというふうに考えております。ちょっと長くなるかもしれません。少し言っておきますと、ここでオリエント学会と同志社大学一神教学際研究センターがこう2つ並んでいるんですけども、
性質は全く違うものでありまして、その維新教のセンターは学術のための大変立派なこう研究センターでありまして、オレンド学会というものは学会一般にそうなんですけれども、研究者の総合機関でありまして、自発的に何かをやるということではなくて、研究のある意味で下支えをするというのが本来の趣旨であります。したがってオレント学会の理事、私を含め常務を含めてですね、すべて無給のボランティアでやっております。で、それはなぜかというと、最低の条件を整えるということで、研究者がその研究会を開いて口頭発表して討議をする場を設ける、それから論文活字にして書いた場合ですね、それを定期機関誌に載せてですね、そのものを、こちらが出すという形、つまり、機関誌とそれから大会を開くというのが最低条件としてやっておるわけです。で、さらにはこういう学問というものが日本で行われているということを知っていただくために、これも学会の定款というものに載っているんですけれども、変えることができないので困っているんですけれども、講演会を開くということになっている。つまり、今何を日本でこういう分野で研究しているのかということを人々に周知させると、そのことによって、このいろいろな分野をですね、下支えしていただきたいという、そういう趣旨で、講演会を開くということになっております。で、ただそれだけではなくてですね、私自身今日のテーマ、アレクサンドル大王の神聖化なんですけども、ちょっとまたね、ごめんなさい、小さい頃に、この話を聞いたときに、アレクサンドロス大王っていうのをこう見たとき、初めてその潜水艦っていうんですか、潜水艇でこう行った人だっていうのを、どっかで小学校の低学年だと思うんですけども、つまりアレクサンドロスが武器を持って世界制覇したっていうよりも、そちらの方がむしろ私は興味がありましてですね、で、大学に入ってからいわゆるそのアレクサンドロスロマンっていうんですか、ヨーロッパ中世に大変いろんな話が伝わってて、その一つがその潜水艦の話になったというようなことで大変興味を持ったわけですけども、それだけではなくてですね、そのアレクサンドロスが今度はコカサ地方がいわゆるそのなんて魔界の地であって、つまり、地球の果てであってマゴスとかというものがいるという、つまり人間はその地図をですね、単にその普通にこの、空間の延長ではなくてですね、何かこう魔界と自分たちの文明の中心というのは見方をするということがあるという話を聞いたわけです。そうそう、これが今私がやっている、その私は今いわゆるその今古代メソポタミアの、あら急にシメールというところをやっているんですけども、そのところでの王権観だとか、その王権というものがですね、どのように自分がどこまでを支配しているという意識を持つのかというときにですね、やはりその魔界というようなですね、ものがこう加わってくるということで、小さい頃の潜水艦が役立っているのかなと今は思っています。これは少し冗談交じりなんですけども、講演会というものの一つの役割はですね、ここにありますように学際研究という形、あまりこれ真面目に考えなくても自分が知らない分野をですね、少し楽しみながら聞くという、そしてそこに何かをヒントを得ると、例えば今言いましたけれども、アレクサンドロスの話について私の専門論文にその参考書として挙げることはできませんけれども、しかし少なくとも私の中ではそれが参考になってたということで、多くの研究者の方もこの公開講演会に出てきて、いろいろなこう頭を柔らかくして新しい道を歩んでいただければと思うんですね。で、そういうシンポジウムなり研究会なりコロキアムなり何でもいいんですけど、小さなものをやっていただければ、オリエント学会は応文の方なんですけども、オリエントという雑誌がありまして、そこでは特集号シリーズというものをやっております。だから小さな研究会で3本でも4本でも何かまとまって何かできればですね、それをそのままその応文オリエントに載せるということを計画しております。
だからそういう意味で大変私たちオレンド学会、まあ、学会全般そうだと思うんですけども、講演会というものをですね、これからどんどん重視していくという方向にあるということでございます。したがってこの同志社大学でちょっとご迷惑かけてますけれども、これも2年3年と続いてですね、こう持続できれば大変ありがたいというふうに思っております。ちょっと長くなりましたけれども、ご挨拶と返させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。また先生ありがとうございました。それでは早速ですけれども、山中先生の方に、ご講演お願いいたします。よろしくお願いいたします。今日は皆さんのお寒い中わざわざいらしていただきましてありがとうございます。でこんな大役を仰せつかりまして、この場でこうやってお話をさせていただく機会をいただきましたこと、同志社の一神教学際研究センターの皆様と、それからオリエント学会に感謝いたします。で、アレクサンドロスは紀元前323年に33歳の若さで、死ぬまでにエジプトからインダス川領域までの広大な土地を征服した人っていうのことは、皆さんもう言うまでもなくご存知だと思うんですけれども、そのアレクサンドロス大王というと皆さん何を思い浮かべられますでしょうか。先ほど前田先生は潜水艦の話とおっしゃってましたけれども、今日は残念ながら潜水艦の話は出てきません。ただ空に飛んで登っていくという話はあります。それからゴグとマゴグの話も出てきます。で、皆さんアレクサンドロスというと天才的な武人ですとか、あるいは世界征服の野望を持った男、あるいは東西文明交流の道を作った男、あるいはシルクロードだとかヘレニズム文化といったことを思い浮かべられるかもしれませんけれども、歴史上での人物の中でこれほど後世に広く多くの伝説を残した人間はいないのではないかと思っております。で、世界中の先ほどアレクサンドロスロマンスの話が出ましたけれども、世界中にそのアレクサンドロスを主人公とした伝説物語というのが伝わっておりまして、でその中にその世界中のいろんな時代の人々がそれぞれにアレクサンドロスに何らかの象徴あるいは偶意を見出そうとしてきました。で、それは野望であったり征服欲であったり、あるいは先ほどの潜水艦にしてみれば好奇心ですね、探求心、あるいは異文化に対する寛容、東西の融合、それから人間の限界、そういったもののシンボルとして語られてきた人物だと思います。私はそのイスラムの勃興から大体モンゴルの侵攻ぐらいまでの時代、日本で言えば古墳時代末期から鎌倉時代初めぐらいのその時代におけるアラビア語、ペルシャ語の文献の中でアレクサンドロスがどのように描かれてきたかという研究をしております。で、一神教学際センターでのお話ということで、今日は特に宗教的な象徴性、アレクサンドロスが持つ宗教的な象徴性についてお話をしたいと思います。イスラム教徒の人々がアレクサンドロスに何を見たか、アレクサンドロスについて何を語ったか、そういったことを具体的な例をテキストを見ながら考察します。で、かなり私は文献研究とか文学研究者なので、テキスト、細かいテキストの引用をお見せしますけれども、読むのがめんどくさいという方は、お話を聞いていただいているだけで結構です。で、まずはまず出発点となるのがこのコーランの第18章洞窟の章というの中にある82から97節に、2本の角を持った男、アラビア語言語で言うとズールカルナイン、カルンというのは角という意味なんですけど、その総数形なんですが、2本の角を持った男というのが登場します。これがちょっと字が細かくて申し訳ないんですけれども、とりあえず出発点なので、このコーランの一節を読ませていただきます。また、皆が何時に二本角のことで質問をしてくるだろう、言ってやるがよい、ではお前らに彼の話を一つ語って聞かせようと、
これは、まあ、あのコーランの啓示なので神様がムハンマドに語っているという言葉ですね。神様がムハンマドに みんながお前にこういう質問をしに来るだろうからこう答えればいいんだというふうに教えてあげているということですね。でこの皆というのが誰のことを指しているのかというのは後でもう一度戻ります。そもそも我らつまりアラは神様は彼の権能を地上に打ち立てかつこれにいかなることでも意のままになしうる手立てを授けたが彼はある一つの道を取りついに日の没するところにたどり着いた。見ると日の沈むのは泥の泉でそこに一軍の人が住んでいるのに出会った。我らがこれ日本つのよお前この者どもを懲らしめるかそれとも優しくしてやるかといえば彼が言うことに不義なす者はまず我らが懲らしめを食らえておいて次に、主のお手元に連れて行かれ改めて嫌というほど懲らしめられるということになりましょう。しかし信仰深く善行に勤しむ者はこの上もない見事なご褒美をいただいた上我らとしても、ごく楽な仕事を命じてやることになりましょうと。それからまた彼日本つのは一つの道を取りついに日の昇るところにたどり着いた。見ると日の昇る国の住民は日酔いというものを全然持たぬ人々であったと。まあこんな具合であった。彼にどれくらい勢力があったかということは我らアッラーのみだけが完全に知っていた。で続きがあります。それから彼は一つの道を取り、今度は北の果てに向かうというのはこれはちょっとあのコーランにはない解釈なんですが一つの道を取りついにそびえ立つ、二峰の間にたどり着いた。見ればその手前にある民族が住んでいてこれは言葉をほとんど返さない。この者どもが言うことに王日本つもの様ヤージュージュとマージュージュが我が国を荒らして困ります。あなた様に貢ぎ物を差し上げますゆえ、なんとか彼らと私どもの間に防壁を作っていただけませぬかと。修理賜った我が勢力の方がお前方の貢ぎ物などよりどんなにありがたいことかが、まあとにかくお前たち精を出してわしに手伝ってくれ。お前方と彼らとの間に防壁を作ってやるから。さあどんどん鉄の塊を運んでくるがよいと彼は言い、やがて両方の絶壁が平らになった頃を見計らい、それ吹けと声をかければたちまちそれは火と燃える。そこで今度はさドロドロに溶けた銅を持ってくるがよい。あそこへぶちまけるからという。もうこうなってはさすがの彼らヤジュジュとマジュジュのことです。さすがの彼らも乗り越すことはできぬ。穴を開けることもできぬ。これは皆神様のお情けであるぞ。だがいよいよ神様のお約束が果たされるとき、つまり、最後の審判のときが来れば、この防壁も叩き潰されてしまうであろう。神様のお約束は必ず実現するからと彼は言った。これがコーランの第18章にある日本角に関する、啓示です。で最初に出てきましたその皆が訪ねに来るであろうという皆が誰なのかというその一体どういういきさつでこの啓示が下ったのかということをちょっとご説明したいんですが、この啓示が下された経緯、いきさつというのが、タバリーという受精機 の、学者がいるんですが、その学者が書いたコーラン注釈書、コーランの解釈、についての、膨大な資料が、文献があります、本があります。でそこのに2つの伝承が載っているんですけれども、そこにこの、先ほどの日本角の啓示がどういうコンテキストの中で語られ下されたのかということが書いてあります。で一つ目の伝承というのは、ウクバ・イブン・アーミルという人に遡るハディース。ハディースというのは伝承という意味ですけれども、ウクバ・イブン・アーミルという人に遡る伝承 でこのウクバという人はムハンマドの殿の教諭ムハンマドと一緒にこう戦ってきた人で後にエジプト総督になった人です。でウクバは自分がムハンマドに仕えていた時の話としてこう語っています。で、一家引用文は全部私の節約です。ある日私がムハンマドに仕えていた時のこと、あのお方の家から出たところで何人かの経典の民の人々に出会った。その者たちが言うには我らは預言者に尋ねたいことがある、家にあげてもらえぬか。で私は 家に入りこのことをムハンマドに知らせた。で私とでムハンマドが言うには私と彼らに何の関係があるというのだ、私にはアッラーが教えたもうた知識以外には何もない、
水を汲んで清めをしてくれと言って、あのお方ムハンマドは礼拝をされた。でそれが済むや否やお顔に喜びの表情が浮かぶのを私は見た。私というのはウクバのことですね。この伝承を語っている。でそして彼らを中へ通しなさい。それから、我が教友とみなした者は誰でも入れてやりなさいと、ムハンマドは言われました。でかの者たち、あの経典の者たちですね、経典の民の、あの者たちは中へ入り、あのお方の前に立った。あのお方は言われた。お前方はお前方の書物に書かれていることを私に尋ね、私が答えることを望んでおられる。もしそうお望みならば答えて信ぜよう。彼らはまさにその通りお答えくだされと言った。あのお方は言われた。日本角についてお前方の書物に何が書かれているか尋ねに来たのであろう。この経典の民というのは、なんか変なの出てきちゃいましたね経典の民というのは、コーランの中ではその真の神の啓示した聖書に基づく教えの信者のことで、まあ、ユダヤ教徒、キリスト教徒、サービア教徒だとあのされています。でここで出てくる経典の民というのは、おそらくそのムハンマドの宗教活動に対立していたユダヤ教徒のことだと考えられます。でムハンマドの予言にこう彼らは非常に疑いを持っているわけですね。この衛星予言者はというふうにユダヤ教徒たちはムハンマドのについてこういぶかしく思っているわけです。でそのムハンマドが本当にこいつは予言者なのかというのを試しにユダヤ教徒たちが来たわけです。でそのしかしその神様はそういうやつらが来ると、でこういう質問をしに来るであろうということを神様なので分かっているので、ムハンマドに啓示を下してこいつらが来たらこう答えなさいというふうに教えてあげるということですね。でこ の礼拝を済ませるや否やムハンマドの顔に喜びの表情が浮かんだというのは、その瞬間にその訪問者たちにの問いに対する神の啓示が下ったことを示唆しています。つまり、まあ、この伝承によりますと、ムハンマドは経典の民が日本角について問いかけてくる以前に、すでに彼らの質問もそれに対する答えもすでに、神によって知らされていたということになります。もう一つ の, そのさ、タバリーのコーラン注釈書に入っている、これはイブン・アッバースという、619年から687年か8年、に生きた人ですけれども、この、イブン・アッバースというのはあのコーラン解釈学において非常に大きなあの権威を持っていた人ですが、イブン・アッバースに遡るあの伝承に よる、その啓示が下った経緯ですね。それによると、ムハンマドの預言者としての活動をいぶかしく思って、その彼が次第に信者を増やしていくことを、危惧しているメッカの多神教徒のクライシュ族の 人々、そのメッカでもともとメッカにいたクライシュ族という人たちが、そのだんだん力を持ってくるムハンマドに対して非常にこう危惧を抱くわけですね。でその多神教徒が、こいつはちょっと危険人物だということで、ユダヤ教徒の、学者たちのところに行って、私らこの神の教えに関してはあんまりよう分かりませんけど、なんかどうやったらこの人が本当の預言者なのか調べることができるでしょうかというふうに意見を乞いに来るわけですね。でそういった内容が書かれています。で彼らクライシュ族の代表者2人は、預言者つまりムハンマドについて、ユダヤ教指揮者に尋ね、彼の行動や言説の一部について説明した。こんなやつがおります、っていうふうに言ったわけですね。彼らは言った。あなた方こそ経典の民です。我々はあなた方に我々の同胞について知らせに来たのです。彼らがこう言うと、ユダヤの博士たちはこのように言った。その者にこれから教える3つの質問をしなされ、もし答えることができたなら、その者は神に使わされた預言者じゃが、答えられなければそやつは嘘つきじゃ。自らご老示よ。まずは太古に姿を消した若者たちについて尋ねられよ。彼らのことについて、また彼らにまつわる不思議な物語とは何であったのか。それから、ここが大事ですけど、地の東の果てと西の果てまで達したさまよう男について何を知っているか尋ねよ。最後に我らの霊について問うてみられよ。もし答えることができたなら、その者はまさに預言者であるゆえ、彼の教えを報じよ。もし答えられなければ嘘つきであるゆえ、そやつについてはお前方が望むように何とでもしたらよいと。
でこのクライ種族の2人はメッカに戻りまして、ムハンマドを試すためにこのユダヤ教徒たちが教えてくれた、まあ、クイズですね、謎を、3つの質問をムハンマドに、投げかけます。でムハンマドはこれもあのこの同じ伝承の中にそう書いてあるのをちょっと端折って言いますけれども、ムハンマドは明日答えるよって約束するんですけれども、もしアッラーの御心ならばと付け加えることを忘れてしまうんですね。で忘れてしまったために約束の日が過ぎてもなかなか神の啓示が下りません。で15日目にようやく天使ガブリエルが来て、 あんたこういうの忘れただろう、ダメだよってまずあの注意をしておいてから、あの啓示の内容を、先ほどのコーラン18章にある内容の啓示を下します。でこの2つ目の質問が日本角に関する質問で、他のはちょっと今日時間がないので、あの他のもあのコーランの中で触れられている、7人の眠り人と、それから霊というのはルーフっていうあのあれなんですけれども、他の部分もあのコーランの中に啓示があるあれですけれども、この、東と西をさまよう男というのの答えが、つまり、日本角の啓示です。で今挙げましたタバリの、コーラン注釈書に挙げられているこの2つの伝承は、2つともその日本角に関する、経緯、あの典型が示された経緯ですね。これアラビア語でアスバーバヌズールと言いますけれども、そういう説明であるんですけれども、明らかにあの食い違いがあります。で先の最初の伝承ではメッカの多神教徒ではなくて経典の民が自分たちの書物に記されていることについて直接尋ねてきたことになっています。でムハンマドはその場で即答したように、伝えられています。で最初に挙げた伝承というのはムハンマドに接していた教友、ウクバの証言であるという点でイスラム伝承学においては特に尊重されますけれども、すべての教友の、言が事実を語っているとも限りません。でもう一方のこちら の今挙げてある方はイブン・アバースという非常に権威のある初期の伝承学者の説です。どちらにより信憑性があるかということは、まあ、私は伝承学の専門ではないので、 そういう専門家に任せることにして、いずれにせよこの日本角に関するコーランの一節の背景には、預言者としてのムハンマドの威信を失望させようという多神教徒あるいは、ユダヤ教徒の試みがあったということがこれらの伝承からわかります。で、でもう一度この啓示の内容に戻りますけれども、日本角に関して問いかけられた際にはこういうふうに答えるがよいという神の啓示によると、日本角とは神によって、権能を地上に打ち立てられ、つまり地上を支配する力を与えられ、いかなることでも、意のままになしうる手立てを授けられた人物とされています。コーランのテキスト自体は彼がどこの国の人であったかというような特定はしておらず、また日本角という不思議な名前の由来も意味も明らかにはしていません。でこの、日本角は3つの道を取ります。でまずは日の没するところ、つまり西の果てに行き、次に日の昇るところ、すなわち、東の果てですね、に達します。でこれらの地で神は彼は神に与えられた力を持って不義なすものを懲らしめ、それ信仰深く善行に勤しむ者には、ごく楽な仕事を命じてやるというふうに、いきます。で最後にたどり着くのが、そびえ立つあのこう2つの山の間ですね。でこれがあの北の方に北方にあるというのは、まあ、解釈学者たちの間の有力な説ですけれども、コーラン自体にはそのもう一つの道を取ったというふうにしか書いてありません。でそこで出会った民に嘆願され、日本角は彼らを脅かすヤージュージュとマージュージュという野蛮な民族を封じ込めるために、山の間に巨大なダム壁を建設します。でこのヤージュージュとマージュージュというなんか変な名前のこの民族は、実は聖書にも登場するゴグとマゴグのことです。で聖書ではあの創世記の、10章ですか、エゼキエルの38、それからヨハネの目次録の20に出てきます。でこのゴグとマゴグというのは文明世界を脅かす、先ほど魔界の話をされておりましたけど、文明世界を脅かす北方の伝説的な蛮人で、
トルコ民族でのことだとかタタール人のことだとかモンゴル人のことだとかいろんな説が言われてきました。でこのゴグとバゴグ伝説 の形成自体についてはここでは詳しく触れませんけれども、その伝播の過程で、アレクサンドロスロマンス、アレクサンドロス物語というものの中に、取り入れられます。このアレクサンドロス物語というのも非常にこれも話し出すと非常に大変なことになるんですけども、簡単に言いますと、原型は紀元後3世紀頃までにアレクサンドリア、エジプトのアレクサンドリアで、ギリシャ語で編纂されたという空想的なものが、アレクサンドロスを主人公とした空想的な遠征物語です。でその後もう世界各国にいろんな形で伝播します。このアレクサンドロス物語の、一部のバージョンですね、ことにユダヤ色の強いガンマ系と言われている、その一部のバージョンにおいては、アレクサンドロスがゴグとマゴグの侵略から文明世界を守るために山の間に堰を建設するという話は重要なエピソードの一つとなっています。つまり、すでにイスラーム以前からゴグとマゴグ伝説とアレクサンドロス物語が融合していたことからを考えても、ヤージュジュとマージュジュを封じ込めるこの日本角、コーランの日本角の話にアレクサンドロス伝承が関連していることは明白であるように見えます。しかしすでに言いましたように、コーランのこの一節自体にはアレクサンドロスという名前は登場しません。ではその一体この日本角というのは誰なんだ、日本角の正体とは何なんでしょう。このコーラン第18章に登場する日本角が誰で、一体どうして日本角なんていう名前で呼ばれているのかということは、すでにイスラーム初期の指揮者のたちの間で論争の的になってきました。この議論の論争経緯も非常にややこしいのですが、ごく簡単にまとめますと、日本角、まず日本角は誰かという質問に対して、いろいろな伝承説が唱えられたんですけれども、大きく挙げて3つありました。1つは、彼はアレクサンドロスのことである、日本角とはアレクサンドロスのことである。でもう1つは、古代イエメンの王様のサーブという人のことである。それから、イランの伝説的な王様ファリードゥーンである、これはアブラハムと同時代の人であると言われていた伝説的な王様ですね、ファリードゥーンのことである。日本角というのはアブラハムと同世代の人のはずだから、きっとファリードゥーンのことだろうという、こういう、まあ、大きく挙げて、他にも細かいいろんな説があったんですけれども、大きく挙げてこういう3つの説がイスラム初期から学者たちの間で言われてきたんですけれども、一番有力だったのがやはりこのアレクサンドロスだという説です。でこのアレクサンドロス説を唱える伝承としては、こんなようなものがありました。先ほど挙げましたそのタバリの、コーラン注釈書に出てくるこのウクバ・イブン・アーミル、ムハマドの教諭ですね、ウクバ・イブン・アーミルの証言のさっきの話の続きによりますと、ムハンマドは日本角について尋ねに来た経典の民に対して、彼は、ルームの若者、ルームというのはこれはギリシャ・ローマを指すんですけども、ルームの若者でエジプトに来てアレクサンドリアの町を建てたと、ウクバはそう言ってるんです。でアレクサンドロスという名前自体はここには出てきませんけれども、ルームの若者、ギリシャ・ローマの、ギリシャの若者でアレクサンドリアを建設したといえばアレクサンドロス以外には考えられません。でもう、そのタバリのタフシールの中にのコーラン注釈書、タフシールというのはコーラン注釈書ですが、タフシールの中に入っている、もう一つの、日本角の最も明確にアレクサンドロスと同一視しているのはワフブ・イブン・ムナンビフという伝承学者に遡る伝承です。でこれによると、こっちの 2つ目の方ですね、個人の物語についての知識を持っていたイエメン人のワフブ・イブン・ムナビフによると、日本角はルーム人であるローバの一人息子であった。でその者の名前は、アル・イスカンダルと言ったが、日本角と呼ばれたゆえんは頭の両側が銅でできていたからである、とそういった伝承があります。アル・イスカンダルというのはもちろんアレクサンドロスのことなんですけれども、この名前が直接言及されているのはタバリが挙げている多くの伝承の中でもこの一節だけです。でここでは日本角は王ではなくてある
老婆の一人息子ルーム人ということになっています。で、日本角と呼ばれたゆえんは頭の両側が銅でできていたからという、そのこの奇妙な説明はタバリの他の箇所にも挙げられています。で、この一節の後には、日本角と神様の対話だとか、地の果ての諸民族との聖戦だとか、ゴグとマゴグの、防壁の建設とか、ずっと話が続くんですけれども、これは続きの部分に関しては後で詳しく取り上げます。で、この不思議な名前の由来、今この銅で、頭の両側が銅でできていたからというような説明が出てきましたけれども、他にもいろんな説明がされました。これも細かいので全部読み上げませんけれども、これは何をまとめたかといいますと、12世紀の有名な神学者でラージーという人がいたんですけれども、そのラージーの高蘭注釈書がだにおいて、だいたいこの日本角の名前の由来というのをこうダーッと、番号は私が自分で振ったんですけども、だいたいこういう全部それまでの時代のいろんな説明をまとめているので、私もこの12世紀のラージーの説明をリストにしました。で、全部読み上げませんけれども、そのうち一番おそらく最も広く受け入れられていたというのがこの一番の説ですね。太陽の2つの角、つまり日の昇るところと日の、沈むところまで達したからという、アラビア語で角はカルンというんですけれども、その角というカルンは太陽の光、特にその明け方に最初に現れる光線をも意味します。で、日本角が 日の没するところと日の昇るところまでたどり着いたという、その高蘭の説とこのカルンの二重の意味を利用した説明です。で、この2番目の説というのは、いろいろイランのこう伝説伝承に基づいているものですけれども、これはこう日本角とアレクサンドロスが同一であるという前提に基づいた説でして、で、アレクサンドロスが日本角と呼ばれるのはペルシャ人とギリシャ人の2つの血統を引いているから。で、この説によると、これはイラン系のアレクサンドロス物語では、アレクサンドロスの、は実はダレイオス、ペルシャの王様のダレイオスと、それからギリシャの、王様の娘の間にできた子供であった、半分ペルシャ人だったんだという、そういう伝説があって、これはこれでまた別の論文を書いてるんですけれども、そう、だからペルシャ人とギリシャ人だったから日本の角なんだ、そういう説明もされました。それからもう一つ注目したいのが、7番と、彼の王冠に角がついていたからという7番と、それからこの11番ですね、その勇気が敵に角をつくお羊のようだったから、この7と11もちょっと注目したいんですが、この7の冠についた角というのは、ヘレニズム時代のリュシマコスやプトレマイオスなど、アレクサンドロスの後継者たちが鋳造した貨幣に彫られているお羊の角、これも、ですね、お羊の角をこうつけたディアデムというのは冠のことですけれども、このお羊の角をつけた、冠をかぶったアレクサンドロスの肖像というものを思わせます。これは、パリの、国立フランス国立図書館の、コインブというんですか、貨幣部門に所蔵されているルイ14世のコレクションのカメオなんですけれども、非常に美しいもので、実際の大きさはもう 3センチぐらいなんでしょうか、すごく小さいものですけれども、元がその紀元前4世紀末、つまりアレクサンドロスとほぼ同時代に、ピュルゴテレスというのはアレクサンドロスの唯一、そのお前は私の肖像を作っていいと、許可されていた彫刻家、アレクサンドロスというのは自分の肖像をなかなか尊女そこらの、芸術家に作らせなかったという、そういう人物だったらしいんですけども、この人はその中でも認められていた数少ない芸術家、ピュルゴテレスの彫ったものではないかとされている非常に貴重なものですけれども、これをよく見ますと、このアレクサンドロスの横顔でこうがカメオに彫られてまして、これはこの角というのはゼウスアモン神を象徴していると言われています。で、あともっとよく知られているのがアレクサンドロスのこの顔が
入っている貨幣ですね。これは後継者の一人のルシマコスの4ドラコム銀貨、こちらプトレマイオスの、4ドラコム銀貨です。でこちらルシマコスの方は多分おそらく先ほどの亀をこう模倣しているんだと思うんですが、こうやってあのディアデム冠にお羊の角がついています。でこちらプトレマイオスの方はあのインドをも制覇したアレクサンドロスということで、あのインド像象の冠をかぶって、で象の角がついています。こちらは何かというと、これも非常に珍しいものなんですが、これはあの、去年でしたか一昨年でしたか、あの東京国立博物館でありましたあのアレクサンドロス大王東西、文明交流なんとかっていうあの、大きな展覧会をあの開催されていたんですけれども、そこにあの出展されていたペラというのはアレクサンドロスの故郷ですけれども、マケドニアのペラで出土したあのパン牧神の姿のアレクサンドロスです。でここにもよくご覧になると、ちっちゃな角が、ヤギの角が、パンというのは牧神でこうあのこうヤギの角が生えてるんですけども、そのちっちゃな角がここにちょこちょこっとこう生えているアレクサンドロス像です。でこういったあの、ヘレニズム時代 の, あの美術品にすでにこうやったあの、角を冠したアレクサンドロス像というのがあって、でこの図像が日本角の名所のもとになっているという説もあるんですが、でもそれを確固あの証明する確固たる文献的な証拠はありません。で、先ほど の, その、説明の中の11番に出てきました、その勇気が敵に、角をつくお羊のようだったからという解釈も、そのお羊の角をつけたこの肖像との関連が考えられます。でお羊の角というのはアレクサンドロス自らが、その子であると と称して崇めたゼウス・アモン神の象徴物だったんです。あのアレクサンドロスというのはあの、シワの今でいうとシワのオアシスというところのエジプトのかなり奥地の方にあるオアシスにアモン神殿、ゼウス・アモン神殿というのがあるんですけれども、そこを遠征の途中わざわざ寄り道をしてですね、そこの神殿の神託書を訪れまして、でそ の, あの神様にアモン神にあのお前はわしの子だと神託を告げられたと言われている伝説があります。 で,、でそれはもう実際にアレクサンドロスがそう聞いたと、あのアレクサンドロス の, あの生存中に自分がそういうふうに主張していたことなんですね。だから自分でこういう冠をかぶって、で私はアモン神の息子なんだというふうに自分でそういう格好をして、で、特に例えば晩餐の時にそういうあのお羊の角をつけたアモン神を装ったりですとか、あるいはあのこれみたいにですね、彫刻形に角をつけた肖像を彫らせたりしたという記述、あの記録があります。しかしやはりそのアレクサンドロスとゼウス・アモン神の角との関わりに直接言及しているそのイスラム世界の著作はないので、例えばそのあのアラブの作家なんかの著作あの学者がこういうコインを見た、こういうアレクサンドロスで角が生えているこういうコインがあの出土したでだとか、そういうような記述っていうのはあの私の知る限り、ないので、あの証明はあのまだされていません。しかしあのアレクサンドロスに対する考古学的な興味というのは初期のカリフなんかもかなりあったみたいで、あのそういうアレクサンドロスにまつわる、遺跡みたいなのをわざわざカリフが掘らせに行ったっていう、そういうようなことも歴史書に残ってますので、あるいはあのみんな知っていたのかもしれません。でお羊の角といいますと、もう一つ関連が考えられるのが、旧約聖書のダニエルの書第8章にある予言とコーランの日本角の関係です。で、このダニエルの書にはその日本角のお羊が一角一つの角の一本の角のヤギによって打ち倒されるという幻を見た預言者ダニエルに対して、天使ガブリエルが、この日本角のお羊はメディアとペルシャの王様であり、荒々しいヤギはギリシャの王であるというふうに説明しています。でそもそもムハンマドを試すためにユダヤ教徒たちが自分たちの書物の中にあの中からいくつかの質問を用意をしたということが先ほど見たあの、伝承に入っていましたが、これが事実であったとすると、ユダヤ教徒たちが参照したのはこの旧約聖書のダニエルの書の一部であったのではないかということも推察できます。でこの点においてそのダニエルの書のヘブライ語のテキストで使われている量数形
総数形というのは量数形のヘブライ語のロケラナイム、ごめんなさい私ヘブライ語はあんまりよく知らないんですけど、この、日本の角を持っているという意味ですけれども、そのヘブライ語とアラビア語のズルカルナイン、日本の角を持っているというその言葉が非常に類似して似ているということは非常に意義深いことです。しかしこのコーランの日本角と旧約聖書のダニエルの書の日本角のお羊はぴったりとこう合うわけではありません。イスラム教徒の指揮者の多くは、コーランの日本角がアレクサンドロスであるとしていますけれども、ダニエルの予言の解釈においてユダヤ教徒たちは日本角のお羊ではなく一角のヤギの方をアレクサンドロス、その一角のヤギがギリシャの王様であるというふうに天使ガブリエルが説明したということを言いましたけれども、そのヤギの方がアレクサンドロスだというふうに、ユダヤ教においては見られています。それにそのダニエルの書の日本角はゴグとマゴグの伝説とは関係ありません。で、そこでここで一神教とアレクサンドロス、聖書の話なんかも出てきましたので一神教とアレクサンドロスの関係についてお話しします。こうやって日本角の正体の謎というのはいろんな説明が試みられるに従っていよいよ複雑になる一方でした。イスラム教徒の指揮者たち学者たちは結局決定的な回答を得ることはできず、その後もその19世紀以来の西洋の東洋学者たちもこの論議を引き続きして日本角の正体についてさまざまな意見を交わしてきました。さっき そのダニエルの書ですとかユダヤ教のメシア思考、救世主思考などとの関連性においての説明もいろいろ試みられました。でいろんなこの論文のやり取りがあったんですけれども、この論戦に終止符を打ったのは1890年に発表されたテオドール・ネルデケという有名な東洋学者、ドイツの東洋学者のアレクサンドロス物語の歴史に関する論考です。このネルデケが、重要なこの論文において言ったことというのは、コーランの日本角の一節はシリア語のアレクサンドロスに関するキリスト教伝承によっていると推断しました。コーランの先ほどの洞窟の章、日本角の啓示が載っている洞窟の章というのは、そもそもユダヤ教、キリスト教の説話に題を取った啓示というのが多いんですが、ネルデケはそこに含まれている日本角の一節もキリスト教徒が翻訳したアレクサンドロスにまつわる伝説に基づいているということを文献学的に証明しました。で後にライニンクというオランダの学者が、そのネルデケの時代設定をもうちょっと修正しまして、ライニンクの説によるとこのシリア語のアレクサンドロス伝説というのは紀元628年から637年の間に大体成立したものであろうと、言いました。この時代どういう時代なのかと言います、歴史的なコンテキストを少し言いますと、当時そのビザンチン皇帝のヘラクレイオス一世がササン朝のと戦っていたわけですね。でこのビザンチン皇帝ヘラクレイオス一世の対ササン朝ペルシャプロパガンダと結びついていたのではないかと言われています。この伝説のシリア語の伝説の中のアレクサンドロスのペルシャ王に対する勝利が皇帝ヘラクレイオスが628年にペルシャ軍に決定的な打撃を与えてシリア・エジプトを奪回したという勝利を暗示しているというふうに、言われています。そのシリア語伝説の内容すべてを紹介している時間はないんですけれども、コーランの日本角との、類似点だけさっと挙げます。でどういうところが似ているかというと、アレクサンドロスが世の果てへ遠征するということ、それから太陽が天の窓に入るところ、つまり西から、北へ向かうということ、それから日の昇るところに住む人々の描写が似ている、から、ゴグとマゴグなどを含む粉族を封じ込める鉄と銅の石関門というか壁ですねを建設するという一節があるということ、それから終末の時、最後の審判の時にはその席が破られるであろうという予言があること、この点においてそのコーランの日本角伝と非常に類似しているわけです。で、こういう点が似てるんですけれども、その
これあのコーランの一節がおそらくこれにあの基づいているのではないかという決定的な証拠となったのは、次の2節です。でこれもこのシリア語のキリスト、あのアレクサンドロスにまつわるシリア語のキリスト教伝説の中にある実際の、文章なんですけれども、まずこの最初2つの部分、2節あるんですが、まず最初のこの部分は、この伝説の中でアレクサンドロスがアレクサンドリアを出発する際に神に祈りを捧げます。でその時にこういうふうに言います。神よ、諸王と諸子子の主よ、我は知る。御身が我を他のすべての王の頂点に立たせ、我が頭に2本の角を生やしたもうたことを、それをもって万国を突き押さえるように、どうか天空よりお力をお授けくだされ、世界中の国々に勝る力を得て、それらを圧することができるよう、我は御身の名を永遠に賛美し、御身の記憶は不屈のものとなるであろう。我が国の憲章に神の名を記せば、御身にとって永久の記録となるであろう。ここに2本の角を生やしたもうたということを、アレクサンドロスが神様にこの祈りの中で言うわけですね。でもう一箇所、これ続いてるわけじゃないんですけど、別の箇所にあるあのシリア語伝説の中で別の箇所で、アレクサンドロスがそのペルシャの王様と戦う前に、寝てるんですけれども、前の晩寝てるんですけど、そこに神様が、寝ているアレクサンドロスの前に現れて、こう言います。これ神様が、アレクサンドロスに向かって言っていることなんですけども、矢印が出てくる。この見よ、我は何時にあらゆる国々に勝る力を与え、鉄の角を2本何時の頭に生やした。何時がこの世の国々を突き押さえられるように、間ちょっと飛ばしますが、だが見よ、多勢の王とその軍が何時を打つためにやってくる。我が名を呼ぶがよい、何時の助けに参ろうぞと。この2つの説にあるように、このシリア語の、アレクサンドロスにまつわるシリア語のキリスト教伝説では、この世の国々を突き押さえられるようアレクサンドロスが神様から授かった力がこの2本の角に象徴されています。でそれがコーランではアッラーがその権能を地上に打ち立て、かつこれにいかなることでも意のままになしうる手立てを授けたものの名前、つまり2本角となっているというのです。で、コーランの日本津の説話の内容は、このキリスト教伝説に似たアレクサンドロス伝承から、もう直接これに寄っているかどうかは分かりませんけども、これに似たアレクサンドロス伝承から取られたものであったことは疑いないとしても、いろいろとまあ疑問は残ります。すでに挙げたそのタバリーのコーラン注釈書では、に記されていた伝承が事実だとすると、そもそもムハンマドに日本角について尋ねに来たのはキリスト教徒ではなくユダヤ教徒だったと思われます。それから、文献学的にはこのコーランの日本角とシリア語のこのキリスト教伝説の日本角というのが、コーランの日本角がシリア語キリスト教伝説に基づいているというネルデケの説は正しいのかもしれませんけれども、ムハンマドが、あるいは、まあ、正しく言えば神様が日本角の話を、啓示としてこう伝えたという、その政治的な背景というのは十分に説明していません。なぜユダヤ教徒たちは日本角についてムハンマドに尋ねに来たのか、あるいはムハンマドがこの人物に語ることによって、あるいはまあ正確に言うと神様がムハンマドにこれを語らせることによってユダヤ教徒たちに何を訴えようとしたのでしょうか。具体的な例を挙げている時間はないんですけれども、この日本角という名称自体はユダヤ教の救世主的文学に古くからあります。またそのユダヤ化されたアレクサンドロス伝説、アレクサンドロス物語というのもヘレニズム時代からすでにあったことは確かです。ちょっと例を挙げている、時間はありませんが、でもその日本角とアレクサンドロス伝説と具体的に結びつけているのは、やはりこの現存する文献の中ではこのシリア語キリスト教伝説が最も早い例のようです。で、このシリア語キリスト教伝説がユダヤ伝承の影響を受けている可能性というのも考えられますけれども、どちらかが一方にこう影響を与えたというのではなく、むしろこの7世紀中頃という
一方で東ローマ帝国、ビザンチン帝国があり、一方でササン朝ペルシャがあり、でそこにアラブムスリムがこうのし上がってきてという、この三つどもえのその戦いですね。この三つどもえの動乱の時期にキリスト教徒もユダヤ教徒もアレクサンドロスを救世主とする同じような伝承を共有して、でそれぞれが都合の良い筋書きの中に織り込んでいたんじゃないか、そういうふうに考える方が良いのかもしれません。でそもそも なぜアレクサンドロスが一神教においてこれほど神聖な地位を得られたのかという点について少し、触れますけれども、アレクサンドロス の神格化の目というのはすでに彼の生前からありました。先ほどもそのゼウスアーモン神の格好をしていたという話をしましたけれども、でヘレニズム時代にはそれがアレクサンドリアに建てられた彼のお墓を中心としたアレクサンドロス崇拝まで発展しました。でアレクサンドロス物語の原型に近いとされるいわゆるアルファ系では、アレクサンドリアにおける大王崇拝を反映した一説があります。それはどういうことかというと、セラピス神という神様がアレクサンドロスの夢の中に現れて彼の運命とアレクサンドリアの将来について語る予言があります。でその予言の中でセラピスは、このアレクサンドロスは野蛮な国々の民族を征服した後に死にながら死なずにアレクサンドリアに戻り、そこで神として崇められるようになるというふうに告げています。その他ギリシャ古代ギリシャの予言文学においてもアレクサンドロスはペルシャ帝国を滅ぼしギリシャ文明に勝利をもたらすという英雄として描かれています。つまりそのヘレニズム時代にそういったアレクサンドロスの神格化の目というのはあって、でそれがローマになるとローマの皇帝崇拝のその原型になったわけですね。ローマ の皇帝たちというのは自らをアレクサンドロスになぞらえたいという、私我こそはアレクサンドロスなりみたいな、そういう格好を自分で格好をしたり、あるいはアレクサンドロスがしたという同じようなことをしてみたり、そういういわゆるアレクサンドロス模倣というのが結構流行ったんですね。でその一つの例がこのポンペイウスがアレクサンドロスをちょっとこう真似したヘアスタイルをしている、でちょっとうつろなこう眼差しで見ているという、ただこうちょっとこの小太りなポンペイウスには滑稽かなっていう見立てなんですが、こういったまあローマ時代の皇帝崇拝に発展していきました。で一神教がアレクサンドロスを神聖視したというのはその延長線上にあったのではないかと考えられます。で一神教はもちろん神様は一つですから、一神教というだけあってアレクサンドロスを神様とするわけにはいきません。でそのアレクサンドロス自身に神の格式を与えることを拒んだわけですけれども、その神格化の拒否というふうに書きましたけれども、でもすでにこういう伝統があって、でそれをやっぱり取り入れたいわけですね、一神教も。で、だからその神様とはできないけれども、その神の敬虔な信徒にし彼らの宗教の擁護者としました。でこのキリスト教徒によるアレクサンドロス伝説の形成というのはおそらくコンスタンティヌスによるキリスト教公認と東ローマ帝国の建国とも大きく関わっているのではないかとも推察できます。でこのような東ローマ帝国とアレクサンドロスとの予表論的な結びつきというのはキリスト教帝国の危機においても再び強調されました。先ほど挙げましたアレクサンドロスにまつわるシリア語キリスト教伝説が、皇帝ヘラクレイオスとササン朝ペルシャとの長年の抗争を背景に成り立った作品 であることは言いましたけれども、でシリア語キリスト教伝説の方は皇帝がそのペルシャ軍を打ち負かしたことをアレクサンドロスの勝利に重ねて描いているというふうに言いましたけれども、しかしその後ビザンチン皇帝は衰弱した軍を立て直す間もなくヘラクレイオスは今度はアラブムスリム軍の脅威と対峙することになります。でムハンマドの、死は632年ですが、そのムハンマドの死後も結果の勢いで突き進むムスリム軍に、ヤルムークの戦いで撃破されるんですね。ビザンチン軍がヤルムークの戦いは636年ですが、でそこで撃破されて、ビザンチン帝国はシリア、メソポタミア、エジプト、北アフリカの領土を次々と奪われていってしまいます、アラブムスリム軍に。でこのいわゆる蛮人の侵略に対する反応として書かれたのが、
プセウドメソディウスの目次録と呼ばれる予言書です。でこのアラブの、まあ、キリスト教徒から見れば蛮行になるわけですけど、アラブの蛮行は真の信者と廃教者を振り分けるための神様の一時的な懲罰であり、ギリシャ王国の創始者アレクサンドロスの再来である最後のビザンチン皇帝はきっとアラブを倒してくれて、キリスト教の支配を打ち立て、キリストの再臨の際に地上の王権を神に差し出すであろうという、そういう内容の予言です、このプセウドメソディウスの、目次録で、この時代のキリスト教徒というのは、この7世紀のキリスト教徒たちというのはこの世の終わりが近づいているという、こう切迫感に駆られていったわけですね。でこういったキリスト教徒たちがアレクサンドロスの再来である最後の皇帝、最後の、キリスト教皇帝がもたらすキリスト教王国の勝利をこの予言に期待したわけです。ただ期待はもう破られてしまうわけなんですけれども、このように、アレクサンドロスが日本都のズール・カルナインとなる下地はすで、に一神教によって惹かれていたわけです。でイスラム教はユダヤ・キリスト教の英雄、つまり神の加護のもとに、真の教えを広めるために西から東まで旅をし、この世の終わりに破壊をもたらす野蛮な民族が神の意志に反して終末の時より早く暴れ出さないように封じ込める役割を担った勇者、そういった勇者としてかたどられた、日本角を、その日本角アレクサンドロスを、イスラム教の宗教説話の中に取り入れたのであります。でその過程でコーランの中に入る過程でアレクサンドロスという名前は完全に省かれてしまいます。でその名前が省かれたことによってアレクサンドロスという名前にまつわるその歴史的なコンテキストというのはそれも脱ぎ捨てられてしまうわけですね。でもその背景には、そういったことがされた背景には純粋にその教訓的な目的があっただけではなくって、相手の駒、つまり、まあ、イスラム教徒からすればそのライバルである、キリスト教とユダヤ教の駒を逆手に利用して自らの宗教の優越性を宣伝しようという、そういったムスリムの政治的な意図というのもおそらくあったのではないかというふうに想像できます。でこれが前半、お話の前半です。で後半は、コーランのその日本、ごめんなさい、後半は具体的ないくつかの、その日本都のアレクサンドロスが登場する具体的ないくつかのテキストの例を、紹介して、そういった、まあ、神聖化されたアレクサンドロスのイメージというものを、追います。コーランの日本都の説話の転居、またその人物についての刑事が下った理由というのが何であったにしろ、注目したいのはこのアレクサンドロスに関する伝説がコーランの中に取り入れられたことによって、このアレクサンドロス伝書がイスラーム化されたことです。でコーランではアレクサンドロスの名前は完全に日本角に置き換えられていますけれども、先ほど挙げましたタバリの、コーラン注釈書の伝書に見るように、この日本角とアレクサンドロスとの関係というのは完全に忘れられることはありませんでした。で言い換えれば日本角という、まあ、非常に抽象的な偶意的なその人物の正体を突き止めようとする解釈学者たちによって、その歴史性、言ってみれば時間軸上の存在ですね、それを証明しようという衝動は抑えがたいものであったようです。でこのため結局日本角とアレクサンドロスというのは切っても切れない関係になりました。でそこで、コーランの日本角との結びつきというのはイスラム世界におけるアレクサンドロスに神聖な側面を加えてあったのでした。でそれは宗教書に限らず歴史書や文学作品などにも見られます。で、今からのお話でこの聖なる王アレクサンドロスのイメージがイスラム世界の文学においてどのように展開したかを、タバリーの講覧注釈書、先ほどの、まあ、ちょっと紹介した出だしを紹介した伝書の続きなんですけれども、それからサーラビーという人の預言者伝書、それからニザーミーというペルシャの詩人のアレクサンドロスの書を通して、ご紹介します。まずこのタバリーのタフシール、これもごめんなさい文章量が多いんですけど、タバリーの先ほどの、コーラン注釈書タフシールですね、このちょっと さっきは具体的に説明しませんでしたけれども、この注釈書というのは9世紀頃から数多く記されて、
そのコーランの意味の説明だけじゃなくて、その内容に関わるいろんな付加情報、それにまつわるいろんな伝承というものがそこの中に集められたものです。で、中でもこのタバリーのタフシールはヒジュラ歴、イスラムのが起こってから最初の3世紀ですねの間に流布した伝承を豊富に集めています。で、タバリーが記している日本角に関する伝承の中でも、このアレクサンドロスとの結びつきが非常に明白なものを2つ挙げます。まあ、先ほどの続きなんですけれども、さっき出てきたそのムハンマドの教友のウクバの証言に基づく伝承の続きですね。だから経典の民がムハンマドに日本角について尋ねてきたという経緯についてさっき挙げましたけれども、その続きによると、ムハンマドの答えはこういうものでした。彼はルームの若者でエジプトに来てアレクサンドリアの町を建てた。これさっきも挙げましたね。で、建設が完成すると天使が彼のもとに現れ、彼を連れて天に登った。天使が何が見えるかというと、彼は答えた。我が町とその他の町々が見えます。天使は高く登り尋ねた。何が見えるか。我が町が見えます。さらに上昇し尋ねた。何が見えるか。誓いが見えます。天使は言った。それぞこの世を取り巻く太陽、アッラーが我を汝のもとへ使わされたのは、汝が無知なるものを強化し、知徳あるものを強固にするため。で、それから、天使はあらゆるものが終末の時にそこから抜け出てくる柔らかい、2つの山の壁に彼を連れて行った。そこから進み、ヤージュジュとマージュジュを通り過ぎた。さらに、進み、犬の顔をした民族を通り過ぎた。それらはヤージュジュとマージュジュと戦っていた。さらに先へ行くと、犬顔の民と戦っている別の民族に行く手を塞がれた。それを去って、その名をすでに挙げたまた別の民族に向かっていた。というと、ここでちょっとなんか途切れる感じで伝承は終わってしまうんですけれども、この一節自体にそのアレクサンドロスという名前は記されていないんですけれども、さっき指摘しました通り、このルームの若者でエジプトに来てアレクサンドリアを建てたというと、アレクサンドロスのことしか考えられません。で、この伝承によると、アレクサンドロスはアレクサンドリアを建設した後に天使に導かれて、その町の上にこうどん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 登っていくんですね。そして3段階の高さから、地上を見下ろし、地上を見よと言われ、で、その度に天使に何が見えるかというふうに尋ねられます。で、一番最後高いところまで登って、全世界とそれを取り巻くその海が視野に入るほどの高さに到達したところで、天使にその布教の教えを広める使命を告げられ、その後、いろいろな場所にこう連れて、そのこういう場所に神の教えを広めなさいというところまでこう連れて行かれるわけですね。で、中世ヨーロッパにもこのアレクサンドロスの昇天譚、天に昇るお話というのは流布していたんですけれども、今のこのウクパの伝承とはちょっと内容が違います。この、キリスト教のエピソードでは、このエピソードというのはアレクサンドロス物語の、エータ系およびガンマ系という言われている系統からヨーロッパのいろんな言葉にこう訳されていって広がっていったんですけれども、教会建築の装飾のモチーフとしても、ヨーロッパ各地で使われました。で、これはオトラントという南イタリア の、かかとの一番先っぽの方にあるところにある大聖堂のモザイクなんですけれども、これが教会全体のあれモザイクで、いろんなモザイクが施されているところ、入り口近くのここにこのアレクサンドロス、アレクサンダレックスって書いてありますね。 これがいます。これこの間の夏に見に行ったんですけれども、全部見られるのかと思った。ここに礼拝に使われている教会なので椅子が置いてあって、残念ながらこの辺は見られなかったんですけども、まあ、アレクサンドロスの部分は入り口にも近いということで、こう椅子がなくてちゃんと見られたんですけれども、この教会 の装飾のモチーフともなっています。あと柱のシャピトーというんですか、中東なんかにも使われています。で、このお話が、まあ、元のお話がどういうお話かというと、アレクサンドロスが2話のあるいは4話のワシまたはグリフィンですね、これはグリフィンなんですけれども、でそれに結びつけたカゴに乗って、
でこのなんか棒みたいなのを持ってるんですけど、棒の先に肉の塊をこうくっついてるんですね。でこの肉の塊をこのグリフィンの鼻先にこう、あのこう掲げて、でそれを餌にどんどん上上がれ上上がれって天まで登っていくという、そういうあのお話がこう絵に描かれていまして、で世界が蛇、つまりまあ蛇は海を象徴しているんですが、蛇に取り囲まれた世界があの円のように見える高さまで登ったところで、天からの声あるいは天使に怒られて、なんでお前こんなとこまで来たんやと怒られて、また地上に戻ってくるという、そういうあのお話ですね。こう海に取り囲まれた誓いのビジョン、それから天使が登場するという点は、あのさっき あのイスラム教の伝承と共通するんですけれども、アラビア語の伝承の方では、アレクサンドロスは自らの意思によって、あのこのへんてこなあの飛行装置を考案して天に昇るんではなくって、あのアラビア語の伝承の方では神の使いに導かれていきます。中世キリスト教世界においてはこのエピソードを天界をも征天をも征服しようというアレクサンドロスの傲慢と野望の表れであるというようにこう批判的に解釈する傾向が強くて、まあ、この、 あのモザイクにしても要するにこう信者の人が教会に入って踏んづける部分ですよね。みんなこのこういったこう無謀な野望は踏んづけて敬虔な、あの非常に敬虔な気持ちで教会に入りなさいという意味でこう踏んづけられる部分にこうあるわけですけれども、先ほど挙げましたそのアラビア語のタバリーのが挙げている伝承においては、アレクサンドロスは神様の命令に対して完全に受動的であって、彼自身の野心であるとか公益心というのは全く現れていません。でむしろ彼は神様に選ばれた人間として神の力を持って奇跡的に浮上し、全世界を見せられ、無知なるものを強化し、知徳あるものを強固にするという布教の使命を、明かされているのであります。でそれはむしろあの野望とかそういうことではなくて、むしろ預言者ムハンマドの昇天ミラージュと言われますけれども、それにも通じる刑事的な空中飛行なわけです。で、ユダヤ教徒の間でもアレクサンドロスの昇天というのはあのその伝説を古くから伝わっていたようで、エルサレムタルムードというの中には、ラビ・ヨナという人の4世紀の人ですが、その人の、言葉としてこんなことが書かれています。マケドニアのアレクサンドロスは天に昇ろうと望んだ際に、どんどん高く上がり、ついにこの世が玉のように見え、海が大皿のように見えるところまで達した。これゆえに彼の肖像は球を手にしているのである。なぜ皿を持っていないかというと、彼でさえ海までは征服できなかったからである。聖なるもの、つまり神様、彼に幸あれ、聖なるものは海をも陸をも支配しておられるという、これはユダヤ教のアレクサンドロス昇天伝承ですが、タルムードに含まれているこの一節というのは、あのもちろんタバリが引用している、ウクバの伝承と直接関わりはないかもしれません。アレクサンドロスが天高く昇って、で眼下に見下ろすと世界とそれを取り巻く海が見えるという点では、タバリの記述と共通しています。しかし、このユダヤ教の伝承においてアレクサンドロスは天使の助けを借りたのではなくて、やはり自ら望んで登って天に登っていったわけですね。アレクサンドロスは天に登ろうと望んだという。でまたどのような方法を用いたかは記されておりません。そのキリスト教のあれにあったようなあのグリフィン使ってという、そういうことはここには書いてありません。で一部のキリスト教的解釈ほどアレクサンドロスの傲慢を否定的に捉えているわけではありませんが、このタルムードの一節は。しかしこの逸話の主意、は明らかにアレクサンドロスほどの征服王にも力の限界があって、神の全能には及ばない。で最後のこの、聖なるものは海をも陸をも支配しておられる、しかしアレクサンドロスは海までは征服できなかったっていう、あのアレクサンドロスですら神の全能には及ばないということを示す、まあ、エピソードであります。このようにキリスト教ユダヤ教のアレクサンドロス昇天伝説を比べてみると、イスラム教ムスリムの伝承のアレクサンドロスのみが自らの野望傲慢あるいは好奇心によるのではなくて、神様に選ばれた人間として天使に導かれて天に昇っています。そして眼下に見える全世界の、布教の任務を掲示されています。アレクサンドロスを神に対抗しようとする無謀な王様ではなくって、真の教えをあまねく広める使命を担った神の従僕とする
この、 あのムスリムの伝説の展開というのは、アレクサンドロスがコーランの日本角と同一視され神聖化されていたイスラム世界独自のものであったと言えましょう。で、これも長い伝説、伝承になるんですが、はしょりながら紹介します。これは先ほど の、 そのワフイブンムナビフに遡る、これもタバリー の、 あのタフシールからの引用ですが、先ほど出しましたその、日本角がルームの若者である老婆の息子であった、名前はアルイスカンダルであったというワフイブンムナビフの先ほどの伝承の続きです。で、これ読んでると時間がないかもしれないので内容を大きく紹介しますと、まずこれはあの、日本角がその青年に達したときに神様が直接彼のところに来るわけですね。で、お前をこの世界の人々のもとに使わす、こういう人々がいるけどお前をそこに使わすというふうに日本角に言います。しかし神様と直接対話をしているわけですね、天使でもなくて。で、神がこのように言われると日本角はこう答えた。神よ、御身以外に匹敵するものがないほどの偉大な権威を、御身は私に お与えくださり、また私をそのもとに使わされるためについて知識をお与えくださった。しかし こんな小さな私がどんな力を持って それを果たすことができましょうっていうのが、このいかなる力を持って彼らに勝ることができましょう、いかほどの人員を持って、いかなる策略を持って、いかほど、いかなるというのの畳みかけによって、もうしつこいほどにこう神様に問いかけているわけですね。で、その問いかけに対して神様は、大丈夫だって言って、汝に負わせた重荷に耐えられるようにして信ぜよう、まずは汝の心を開きすべてを受け入れられるようにしてやろう、また汝の知性を開きすべてを介することができるようにしてやろうというふうな感じで、これもまたずっと続くんですが、言葉だってちゃんと分かるようにしてあげるから大丈夫だ大丈夫だというふうに神様が、ムハンマドじゃない日本角に言うわけです。で、この 最後のこの辺がちょっと あれなんですが、光と闇を汝に従えさせ、汝の軍隊の兵としよう、光は前方で汝を導き、闇は背後から汝を守るであろうというふうな感じで、こう神様が大丈夫だよというふうに日本角に言います。で、このように、まあ、神様の子から力をもらってですね、日本角はある日、日の沈むところの人々のもとに行きます。で、そこでその教えを広める戦いをするわけですけれども、で、教えを受け入れた者は何もしないんですけれども、その教えに背を向けた者たちに近づいて暗闇を彼らの体内に送り込んだ。暗闇は彼らの口や鼻や耳や腹に入っていった。そして彼らの家や建物に侵入し、上下四方からも彼らに覆いかぶさり、波のように押し寄せ、彼らは動揺した。暗闇の中で死ぬことを恐れ、彼らは声を合わせて叫んだ。日本角がそれを取り払い、彼らを力ずくで抑えると、彼らは日本角の布教の旅に加わった。日本角は西方の人々の間から有志を募り、軍隊を編成し、彼らを率いて進発した。暗闇は背後から彼らを駆り立て、周りから彼らを見守った。光は先頭で彼らを導いた。というふうに、この、こう暗闇がこう目や口の中からも入って、それが膨張して圧迫されそうになるっていう、非常になんというかこう脅迫観念をこう想起させるような伝承なんですけれども、このようにかなり物語、これ全部合わせると非常に物語的で、伝承としては長いんですが、大体この3つの部分からなってました。まずは日本角がアレクサンドロスであるということ、それから、日本角と神様の対話お話、それから、彼が世界の隅々で繰り広げる聖戦の様子、それからこの続きがですね、あとヤージュージュとマージュージュのがこんなに変な民族だという説明がありまして、その次にこう猛獣のごとく家畜や野獣を殺したりとか、あとですね、このオスとメスの身の丈は普通の人間の半分ほどで、指の爪の代わりにカギ爪が生えており、というような、で、体は中毛に覆われていて、で、耳が非常に大きくて、その耳の表裏にこう毛がびっちりと生えていてっていうような、その非常にこう野蛮で奇妙な民族の、様子が描かれています。
でそのイヤージュジュとマージュジュの機体に関する説明の後でその日本角が彼らを封じ込めるための壁の建設 の様子がこう彼らのこの山の間をきちっとこう距離を測ってですね、でそこに、こう石を埋めてで溶けた銅を流し込んでっていう割と具体的なその描写がありで最後にこれはちょっとあの おまけで絵を入れたんですけれども、これはあのこの伝書よりだいぶ後の時代の1330年1576年 の王書フィルドゥーシーの王書 の細密画として描かれているゴグとマゴグの防壁の建設ですけれども、この、壁をこうやって作ってここに炉があるのが見えにくいですね、炉があるんですけど炉に火を焚いてこう鉄を溶かしたりしてまして、こうやってこう壁を作って、でこの山の背後にこうケムクジャラの変な民族がこう控えているというのがこの画面でちょっと見えにくいですが、でこちらもあのこちらはこの建設しているこう手伝ってる方になんか変な鬼みたいなのがいますけれども、これはおそらく神精霊ですね、ジニーで、あのこの伝承の中にもその世界の中心には人間と神が住んでいたというふうに書いてあって、神にこう手伝わせてるわけですね、でこう神を従わせて使っているというのはあのソロモン王と の、まあ、あの類似というのもいろいろあるんですけれども、そこはちょっと具体的には入りませんけれども、でこの、壁の、建設が終わった後に敬虔で公正な民と出会います、でそこでその民と問答をします、でこの敬虔な公正な民というのは、こう非常に平和に暮らしている人々 でその、その墓が家の門口に あるんですね、でそれはどうしてかというふうに日本角が尋ね、我らがそのようにするのは死者のことを忘れずその記憶を心の中から消し去らないためです、それから家に扉がない、なぜか我らの中に怪しげな人物は一人もおらず、お互いを信頼しきっているからであります。で支配者がいないのなぜか。我らは、互いを虐げるようなことはしないからです。うんぬんぬんずっとこうあの非常にあのこう平和に暮らしている理想郷のユートピアのような町の人々にどうしてこういうことができるんだというふうに日本角がこうずっと尋ねて問答をするという、一節があって、でそれでこの長い伝承は終わるんですけれども、でこの伝承の一部はアレクサンドロス物語に関連しています。例えばそのゴグとマゴグに関する、ところですとか、ですね、あとは、それからこの敬虔で公正な人々との問答、これは、その起源をたどれば、もともとそのアレクサンドロスがそのインドに遠征に行った際に、インドの その裸の鉄人ブラフマン、ギリシャ語で言うとギムノソフィスタエになるんですけれども、それアレクサンドロスと直接会ってないんですけども、アレクサンドロスの部下が会いに行っていろいろこう問答をしたっていうようなことがもうすでにギリシャの歴史書なんかに入っています。でそれがアレクサンドロス物語のアルファ系というのものの中にも入ってきてまして、でユダヤのアレクサンドロス伝承にもアレクサンドロスと南の賢人、南の賢者たちとの問答というのが、存在します。 でこの伝承だとこうもう一度見直しますと、神がアレクサンドロスに直接その使命を明かして、直接会って直接使命を明かして、で様々な力を与えて光と闇の舞台をこうその聖戦に加わらされている、でそういう部分はさっき見たシリア語のキリスト教伝説という結びつきがとの結びつきが考えられます。でシリア語のキリスト教伝説には神様がそのペルシャ王との対戦を前にしたアレクサンドロスの夢の中に現れて神の助力を求めるよう直接語りかけ、その戦いの場面において彼の軍を援助するという一節があります。しかしシリア語のキリスト教伝説と違っている点は、神はそのシリア語の方では神は敵に囲まれたアレクサンドロスの助けに現れるのであって、こちらのタバリーにあるように神自身がアレクサンドロスを聖戦の闘士として全世界に使わすわけではありません。それから、この伝承の特に特徴的な点というのは、アルズ・イスカンダルという名前と彼がルーム人であったということ以外、その歴史的地理的な具体性が全くないということです。
でこの伝承に現れているその世界像というのは非常に図式化され簡略化されていて、で実際の地名というのはルーム以外に一つも出てきません。でこう縦と横に分割された世界を日本というのはまず日の沈むところから、こう地上の右肩に回って、でそこから日の昇るところに向かい、さらに地上の左肩に行くというように、こう風見乗りのこう針がこうぐるりと回るように、回って、それからこう世界の中心へと進んでいきます。で東方のトルコ人の土地というのが出てくるんですけれども、それが唯一実在の地域を示しているようですけれども、これも、まあ、やっぱり漠然としていて特定の地名とは結びつけられません。で登場する人物もペルシャ王とかインドの鉄人とも書いてなくて、こちらのこのタバリの方はナーシクとマンサク、あるいはハーウィルとターウィル、ヤージュジュとマージュジュというような対になった名前がこう同語根であるか韻を踏んでいるような、この3組の空想的民族や名前を持たない敬虔な民しか登場しません。この伝承を伝えたワフブ・イブン・ムナンピフという人は、654年から732年の人ですが、このワフブはユダヤ・キリスト教の伝承を多く伝えたことで知られています。ユダヤ・キリスト教徒にも馴染みのあったであろうこういったアレクサンドロス伝承というのは、あるいはイスラーム教への改宗を即す説話として語られていたのかもしれません。この象徴性・偶意性というのが前面に押し出されているというのは、宗教説話ならではの特徴であるとも言えますし、さっきも言いましたように、こう暗闇がアッラーの教えを拒否した者たちのこう目鼻口から体の中に入っていって膨れ上がってっていう、あるいは家の中にも入って押しつぶしにかかるというようなくだりは、その信仰を受け入れない者たちに恐怖の念を喚起させる効果があったというふうに考えられます。で以上、タバリーの高覧注釈書の中からアレクサンドロスにと深く関わっている伝承を2つ挙げましたけれども、いずれもユダヤ・キリスト教徒のアレクサンドロス伝説の影響が見え隠れします。でもこうイスラム教的なコンテキストにおいて語られたこれらのアレクサンドロス伝承は、比較の対象として挙げたユダヤのタルムード、ユダヤ教の伝説やキリスト教の伝説の中の類似の逸話に比べると、全世界に、教えを広める神の使徒としてのアレクサンドロスの役割が、そのイスラム教の伝承の方ではより強調されています。で、日本中のアレクサンドロスはまず神から啓示を受けて、で神の命に従って布教の旅に出るというわけです。自分が見に行きたいと思って行くわけではなくて、で世界征服者としての野心や好奇心というのは全くここでは現れていません。で日本中のと同一視されたアレクサンドロスは、ここでは真の意味でのムスリム、つまり神に絶対的に服従するものとして描かれていると言えましょう。で、あとあこれは、あれですね、インドの敬虔な人々とのに会いに行くという場面の、これも、まあ、だいぶ後の王書という全く違う別の作品の細密画として描かれているものですが、で、ここあと2つ例を挙げたかったんですが、多分サハリビーを話していると終わらなくなってしまうので、サハリビーというの預言者伝習というのもざっとだけ言います。これは1035年に没した、作家で、預言者伝習という、まあ、西洋で言えば聖者伝みたいなのに相当するジャンルなんですけれども、その、まあ、頂点、預言者伝習というジャンルがあっていろんな作品があったんですけども、その頂点とされる、作品を書いた人で、そのサハラビーの預言者伝習の中にアレクサンドロスが入っ、アレクサンドロス・ズール、日本つのが入っています。でタバリーの先ほどの挙げた伝承に比べると、タバリーの方に非常に断片的な伝承の寄せ集めで、それからさっきも言いました地名、具体的な地名とかそういうものが全然登場しない、非常に偶意性と象徴性が強調された日本つの伝承なんですが、サハリビーの方はもっとこう歴史書とか地理書なんかから の情報も引いてるわけですね。でそれをこ うまくこう一貫してこう誕生から死に至るまでの起承転結、アレクサンドロス、日本つのアレクサンドロスの一生という感じの伝記風にこう時間軸に並べて、割と一貫した物語を作っています。でその歴史書ですとか地理書からの情報も引いているので、非常にまあ具体性があるという、だからサハラビー のアレクサンド、預言者伝習の中のアレクサンドロス伝承では、そのタバリに見られたような神の命に完全に身を委ねる従牧
という日本角像というのもあるんですけれども、そこにはやっぱりアレクサンドロスの野望も備えた日本角というような、そういったようなイメージも現れてきます。でそこにはその日本角アレクサンドロスというのは布教者および信仰の擁護者だけであるじゃわけでなくて、欲心と傲慢に対する訓戒としての役割もこのサハラビーの預言者伝習は果たしていると言えます。で、最後にこのニザーミーというペルシャの大詩人ですが、1141年か1209年に生きたこの人は、ハムザという五部作という作品を、残しておりまして、そのうちの一つがアレクサンドロスの書イスカンダルナーメというもので、1196年以降に書かれたとされています。で、これイスカンダルナーメというのは2巻に分かれていて、第1巻目が栄誉の書シャラフナーメ、それから、第2巻が幸運の書イクバールナーメというふうに呼ばれています。で、でこの1巻と2巻にわたるこのアレクサンドロスの書の中で、アレクサンドロスは神の敬虔な信徒および布教者であるのみならず、その預言者の境地にまでこう立ちしてどんどん成長していくわけですね。で第1巻の方はアレクサンドロスがそのエジプト、イラン、アラビア半島、インド、中国、ロシアなんかにこう遠征していきまして、で、北方の闇の国まで至った後に一旦祖国のルーム、ギリシャに帰ります。それが第1巻。第1巻は要するに征服者としてのアレクサンドロスで、第2巻、幸運の書ではそのルームのギリシャの宮廷に哲学者たちを集めて問答をして繰り広げていると、そういう鉄人を哲学者として鉄人王としてまず登場します。でそこに、天使が来て神の啓示を与えます。布教の旅に出ろと。でそこから預言者として再び旅に出るわけです。でニザーミのアレクサンドロスはこうやって征服者から哲学者へ、それから預言者へという3段階の成長を遂げています。で詩人自身がこれはかなり意識して作ったことで、意識して作ったことで、その序、作品の序の中にこういうふうに書いています。誰の助けもいな、ない脅威に満ちた場所で名高い勇士たちの名の上に祭を投げた。これは、まあ、だから何について書こうって悩んでるときに、こうじゃあ歴史上の偉大な人について書きたいけど誰に書こう、勇士たちの名の上に祭を投げた。その思いで あらゆる鏡を磨くと奥にアレクサンドロスの現像を見出した。である者は彼を玉座の主と呼び、諸国の征服者、地平線の掌握者とまで呼んだ。またある者は彼の模倣的な統治から彼に賢人の称号を与えた。さらにある者は彼の正常心と信仰の擁護から彼を預言者として認めた。で私はこの3つの種から一本の青々と茂る木を育てようというふうに、まあ詩人としてのこう意気込みみたいなのをここで語っているわけですね。でこの三部構成というか、その三段階の成長過程というのは、アラブの著名な哲学者であるファーラービーという人がいるんですけれども、そのファーラービーが理想都市論というのを書いていますが、この影響ではないかと言われています。で、ファーラービーによりますと、理想的な君主というのは、優れた哲学者であり、預言者であり、雄弁家であり、教育者であり、立法者であり、軍の指揮者としてのこう6つの特質を備えるべきであると書いています。でニザーミはこのファラビが抽象的な概念として論じている君主像をアレクサンドロスのこの作品において具体的にこう描こうとしています。この上記の三部構成のうちの第一段階における征服者としてのアレクサンドロスというのは、こう単に野望に駆られて諸国を攻略するのではなくて、信仰心に動かされた布教者として描かれています。で例えばペルシャ王ダレイウスとの戦いというのは、臣民をダレイウスの暴政からその暴君なわけですね。ダレイウスはそこから解放するためだけでなくって、そのゾロアスタ教という、まあ、イスラム教から見れば邪教をイランから取り除いて、アブラハムの教え、つまり、まあ、アブラハムの教えというのはイスラム教の、まあ、起源というか、 それをその正しい教えを確立させるための聖戦というふうに描かれています。で、ダレイオスを倒してイランの、その王座を手に入れたアレクサンドロスは、神の信徒としてイラン中の廃家殿を破壊していきます。これがその廃家教の撲滅の場面なんですけれども、こう、マギというのは廃家教の聖職者ですが、マギの
服を火にくべ廃下殿に厳しい処置を取るようにと。でこうと廃下殿の中に蓄えられていた財産もこう皆にこう分け与えたという、そういった、描写がされています。で、ニザミのこのアレクサンドロスの書というのは実は、別のもうちょっと前の詩人フィルドーシーという人が書いたあの王書、王様の書、シャーナームですね。それに含まれているアレクサンドロスの話を元に種本としているとされていますけれども、でもそれを書き換えて独自の物語を作り上げています。でフィルドーシーの王書においてはアレクサンドロスはこう廃下教に対して非常に寛大な扱いをするわけですね。でもそこの部分はフィルドーシーはどちらかというとまだ非常にイラン的ゾロアスタ教的な特徴をまだ少し残している作品でして、でもそれをニザーミの手にかかるとその部分が修正されているわけです。つまり、イスラム的観点から捉え直してそれを布教のための正当な行為であるというふうにここを見るとわかります、捉えているということがわかります。それからあとニザーミの中の、このメッカの巡礼というのもそのアレクサンドロスを非常に敬虔な信徒というふうに出会ったというのを強調しています。メッカにのカーバ神殿に行ってこうやってちゃんとしきたりに従ってこう回って、それから財宝を与えたりとかして巡礼をします。これも時間がないので読みませんが、これもやはりこのニザーミのアレクサンドロスの信仰心の厚さというのを強調しています。さてそれで、ニザーミのこの作品においてアレクサンドロスはこのように信仰が厚いムスリムであるだけではなくて、最初に言ったその 3段階の三部構成の最後の部分ではついに預言者の境地に達します。で、でその預言者になる際のその天使の啓示というのがその予言の旅に出るきっかけの部分なんですが、これをこれは天使が来るわけですね。これ中を読んでいくと先ほどのタバリーの神様との対話の伝承のをおそらく読んでそれを元にしてあるんだろうということがわかるんですけれども、ニザーミにおいてはこれは天使が来て、こういう旅に巡れというふうに主の意図を万物に知らしめるのだというふうな使命を与えます。でこの天使の啓示の続きですけれども、でこれがアレクサンドロスの答えですね。そういう神様がそうおっしゃったのであれば布教の旅に出ましょうと。しかし、あらゆる国々の領主になりてもその国の言葉を知らずに何というを、さらにこれほど多くの民族に挑む際荒れの山をいかに行軍しようという、これも先ほどのタバリー の神様との対話に出てきた、どうやってそんなことをやり遂げましょう、いかなる何々をもってこうしましょう、いかほどの何々をもってこうしましょうというその、神様に対する問いかけというのを、踏襲しているんですけれども、ちょっとそのアラビア語の伝承 その畳みかけるようなこの問いかけ、その非常にこのうろたえた若者、自分は無力なんですっていううろたえた若者 その神様に対する問いかけというのがちょっとや薄らいでしまってはいます。で、だからそのただの人間の無力さと神の全能の対象というのが最初先ほどのアラビア語の伝承にはあったんですけれども、こちらはすでに偉大な王様になったアレクサンドロスのところに天使が来るわけですから、その物語の中に組み込まれた分この啓示のインパクトがちょっとこう薄らいでしまっているということはあります。で、この続き、これがどうやってそんなことをしましょうっていう部分で、これが天使の答えですね。でこれはそれは大丈夫だと、その何時が望むところどこでも光と闇が従おう、それからその汝が出会うどの民も一国語を話すであろう、だが汝を導く助力者の神官であらゆる国語を口に出すことができるであろう、で汝が、ルーム語ギリシャの言葉で話しかけても聞き手は通訳なしで返することができるであろう、これも先ほどのタバリーに出てきた伝承におそらく基づいていると思います。
がそれ の, その物語の中に組み込まれているわけですね。ただそのニザーミーのこの作品におけるアレクサンドロスの征服者としての遠征と預言者としての旅の、大きな違い、先ほどその3段階にあのなっていると言います。最初にはその征服者として征服しに行って、であの2巻目では預言者としてその預言の旅、布教の旅に出るわけですね。でそのでも2つの旅の大きな違いというのがあります。でその後者の部分、その預言者としての旅の部分というのにはあの戦闘や破壊の場面がほとんどありません。でいろいろ非常に野蛮なこうあの風習を持った民族のもとに行くんですけれども、でもそれ彼らその民族の話を聞いた上で自らの慣習と規範を彼らに教えて、自らの信仰を持って彼らの地の光を、彼らの地の光を灯したというふうに言われているように、こう話し合うことでこう暴力によってこう押し付けるのではなくて、話し合うことによって、例えば中国に行った時には中国の皇帝と話し合うことによって中あの皇帝を回収させます。でこのアレクサンドロス、ニザミのアレクサンドロス伝の最後 の, そのいろんな民をこう回収させて最後に出会うというのが、先ほどタバリの伝承にも出てきた敬虔な人々という、なんですが、でその敬虔な人々というのは、どういう人々かというと、まあ、さっきと同じなんですけど、あの家や店には鍵もついていなくて、で万人もいなくて、で非常にこうみんなおおらかに暮らしていると、で嘘もつかないし、あの不自由なものを助けて他人の不幸は喜ばず盗みはせずという、あのそういう非常にあの公正な敬虔な人々に出会うわけです。でこの理想郷に人間の共同体のあるべき姿を見たアレクサンドロスは、この信仰深い人々に神の教えを伝える必要がないことを認めます。でこういうふうに言います。これぞ人の道なら我らは一体何に習ってきたのか、人間とは書くべきあるなら我らは一体何者なのだ、で、我らを海や野に向かわせたのは神様がこの地へたどり着かせるため、でつまりこの地球の隅から隅まで旅をして、でそれまでに遭遇してきた民族っていうのは武力の点においても信仰の点においてもアレクサンドロスを抜きんでる者はいなかったわけですけれども、いなくて彼らはこの今までの民族っていうのは彼らあの日本常にこう服従してきたわけですけれども、アレクサンドロスはこの町の人々のその生き方を見て初めて自らの劣勢を認めて恐れ入ります。で彼を預言者として選んで神様が世に送り出したというその意図は、正しい教えを地上に広めさせるためではなくて、実はアレクサンドロス自身の限界を悟らせるためであったということに気がつきます。すでに見た通り、先ほどのタバリーの解釈書においても、日本通のアレクサンドロスは公正で穏健な人々に出会って、その人々の様子を見て驚いて、いろんな質問を投げかけます。でもその、 あの問答の意味合いというところはその伝承が途切れてしまうので特に解説されていないわけですね。でこの点においてもニザーミーはこの話をこの物語全体の中に流れの中に巧みにこう組み込んでいるので、征服者としても預言者としても、地上の隅々までを制したはずのアレクサンドロスがこの理想郷に来て初めて自分と対等、もしくは自分より優れた人々に出会って神の崇高な意志と自らの限界を悟るという展開になっているわけです。で、そういうふうに組み込むことによってニザーミーはこの、話の教訓的な意味合いをより強調しています。つまり、ニザーミーはフィルドーシーの王書ですとか、あるいはタバリの高覧注釈書などさまざまなこう材料を使っていながらも、それを単にこう継ぎはぎにするだけでなくて、こう物語の構成要素としてこう構成要素として解釈し直して、でイスラーム的英雄としてのアレクサンドロスを作り上げているわけです。で最後この絵を見ながら、結論を言いたいんですが、これはあのだいぶ時代は後ですね、ムガール朝インドの17世紀18世紀頃のインドの世界の脅威という、まあ、博物誌のようなものですが、その中に、ズール・カルナイン・イスカンダル・アリスカンダル、あの日本角のアレクサンドロスの話というので載っているページです。でこうあの本当は両方カラーなんですけども、
こっちはあの私があのコピーでしかもらえなかった分で、これは別の本に載ってたいのをこう組み合わせて、これは、実際にこれがこう見開きで写本の中にあるんですが、私が知る限りこう実際に2本の角を生やした、あれズールカルナイン、イスカンダル、日本角イスカンダルの描写というのは、私が知る限り これしか知らないんですけれども、このようにこう角が生えている、他の場面ではこうやって冠とかをかぶっているので分かんないんですが、こうやってあのインドのミニアチュール作者の手にかかるとこうやって角が実際に生えてしまいます。ということでこれを見ながら結論を言いたいんですが、ユダヤ教徒はアレクサンドロスに神の国を地上にもたらすメシアを見ました、救世主を見ました。でキリスト教徒はアレクサンドロスをイエスキリストの、先駆者、あるいは、最後のビザンチン皇帝の先駆者とみなしました。このようにユダヤキリスト教徒たちによってすでに神聖視されたアレクサンドロスをイスラーム教は自らの宗教の擁護者、布教者、預言者、日本角として受け入れたのであります。ただし先行する一神教とイスラム教が大きく異なる点は、イスラム教徒たちは実際にアレクサンドロスが征服した地域と大部分が重なる巨大な帝国の支配者となったということです。あのユダヤ教キリスト教はそこまでアレクサンドロスの帝国と重なるほどの地域は征服していないわけですよね。で、日本のアレクサンドロスというのは救世主的ないつか来る理想時代の神の国の君主ではなくて、ムハンマドですとかその教友たち、その仲間たちの現実のモデルとなり得た世界征服者の原型であります。初期のムスリムたちはまさに東奔西走し神の教えを広める日本角の天命を自らの聖なる戦いに重ねて見ることができたわけです。で逆に言えばアレクサンドロスという歴史的人物、あるいはそのそれにまつわる伝説が内包する戦闘的な側面がイスラム勃興期の聖戦のコンテキストにうまく当てはまったと言えましょう。しかし日本角はアレクサンドロスは攻撃的なだけではありません。例えばヤージュージュとマージュージュ、ゴグとマゴグの侵攻を防ぐ壁を建造する話が日本角にまつわるエピソードとしてコーランをはじめとするさまざまなテキストに含まれていることからも分かるように、信者共同体を外敵から守る守護者としての役割も重要でありました。こうしてイスラム教を広め、それを守るための力を神に与えられた日本角アレクサンドロスですが、その飽くなき野心というものはやっぱり教訓の対象とされずに、ムスリムによっても教訓の対象とされずにはいられませんでした。今日はちょっとあんまり詳しく取り上げる時間はなかったんですけれども、アレクサンドロスが生命の泉、その永遠の命を得るという生命の泉を暗闇の国に探しに行って、でも結局それを見つけ損なって帰ってくるっていう、そういうエピソードもアラビア語ですとかペルシャ語の文献によく出てくるんですね。ですとか、あとですね、だからそのアレクス、生命の泉を発見することを失敗して早死にしたっていう、それは人間が免れない死を拒むおこがましさに対する警告というふうな、やはり教訓的なメッセージとして、読めます。もちろんこれはこのアレクサンドロスの野望、アレクサンドロスという人物を野望の象徴として見なすのはイスラム教独自の解釈ではありませんが、この点に関してその中世ヨーロッパのキリスト教の神学者たちほど批判的ではないように思われます。さっきも挙げましたけれども、例えばキリスト教の否定的なアレクサンドロス観というのが主に彼のその無謀な天空飛行、天に昇っていくことですね、そのエピソードに基づいているのに対して、さっきも見たように日本角の昇天は神に導かれた啓示というふうにされていました。でさらにもう一つ、指摘したい重要な点というのは、コーランの日本角においてはアレクサンドロスにまつわる歴史的な文脈というのは完全に脱ぎ捨てられていたかのように見えました。しかしそのサーラビーの預言者伝習ですとか、はアレクサンドロスに関する年代記的な情報、歴史的な情報というのを積極的に取り入れていました。
それからニザーミーのアレキサンドロス物語もその両方の要素、非常にその教訓的、寓意的な、伝承の部分と、それから、歴史的な部分というのをこう叙事詩の中で十分に展開させていました。つまりコーラン以降の宗教文学においても、あるいは文学作品においても、神聖視された日本角と歴史的人物であるアレキサンドロスというのは常に切っても切れない密接な関係にあったということです。以上です。あと おまけの話もあるんですが、それは休憩の後にしましょうか。時間が迫っておりますので、10分間の休憩を予定しましたけれども、5分間で切り上げ、日本におけるですね、その、アレクサンドロスの伝承の、話を、展開をお話をいただきまして、それから質問をお受けしたいと思います。ではよろしくお願いします。これは本当におまけの話なんですけれども、エピローグとしてお話ししようと思ってたんですけれども、この実は中国、日本にもその日本角の伝承というのが入ってきていたということが、分かります。ここに挙げてないんですけれども、その総大の張徐活という人の、地理書、書版誌1225年に祖活に、これと、字はちょっと違うんですが、あれ、祖活にという人物が登場します。でこの祖活にというのは、アラビア語のズール・カルナイン、日本角を持った者の、音訳である、通行人というんですか、の漢字だとされています。でまた、明の王毅の線である図説百科辞典三歳図絵にも祖活に、三歳図絵はこっちですね、ここに祖活にというのが登場するんですけれども、そかつ ここにではない別の一節では、その、モシリ、つまりエジプトに、大きな塔を建てた人物というふうに登場します。でそれからもう一箇所、このサミチャ国という、日没の地に関する記述のところに出てきます。で、この三歳図は皆さんご存知のように、大阪 の医師の寺島良安という人がに、日本語に、日本語流語というか、これに基づいて編んだ和漢三歳図絵というものがあるので、大体 それをこちらにも挙げましたけれども、それがほとんどこれを訳してというか日本語 この読み下しているので、そちらを読みますと、三歳図絵曰く、その国前後に人の至るところなし、ただ古来聖人あり、粗活に乗って至りて、ついに、文字を立つ、その国太陽の聖没するの地にかかり、万に至りてに、日の没する声、雷帝のごとし、国王、ごとに上場において千人を集め、角を吹き、羅を鳴らし、甲を打ち、日清と混雑せしむ、力ずんばすなわち生じ驚きしす。つまりこの三歳図絵と和漢三歳図絵によると、祖活尼は昔の聖人であって、で後にも先にも訪れるものがなかった日没の地サミチャに文字をもたらしたとされています。このサミチャというのは実はその アラブの、地理書なんかに出てくるジャーバルサーという西の果ての国のことだとされています。でこの、サミチャに文字をもたらした。でその地では日が沈むときにすごい音がこう雷のように轟くので、小さな子どもその音に驚いて死んでしまうので、この音を紛らわすために王様は牢城に千人もの人を集めて、いろいろ楽器を鳴らしたという。でこれはおそらく、アラブの地理書なんかに出てくる記述が元になっていると思うんですけれども、それはまた別の機会に取り上げることにしまして、ここで気になるのはこの祖活尼という人物が聖人というふうに呼ばれているということです。書版誌という別の地理書の方では、この祖活尼は偉人、異なる人ですね、外国の人とか優れた人っていう意味の偉人というふうに書かれているんですが、こっちの三歳図絵、和漢三歳図絵では祖活尼が聖人となっているということです。
この聖人という言葉には未開の地に文明の象徴である文字をもたらしただけじゃなくて、その宗教的な啓発強化も行ったというような意味合いが含まれているのではないでしょうか。でまさに日没の地に神の教えをもたらしたコーランの日本角を意識せざるを得なくなる、でそういった日本角アレクサンドロスの預言者としての側面がこうやって中国や日本の文献にも伝わっていたということをちょっと最後に お見せしたかったということです。ありがとうございました。すみません、いろいろ詰め込みすぎて、はい、それでは時間もございませんので一つだけですね、質問がございましたらば、受けたいと思います。では藤本先生お願いいたします。啓発される内容でありがとうございました。特にやっぱりコーランの解釈とユダヤ教の聖書解釈は密接につながっているということを内容においてもよく見せていただきたいと思います。ただコンテクストにおいてこれユダヤ人が経典の民として日本角の話を聞きに来たとにもかかわらず、まあ結論としてはユダヤ教聖書解釈の中には日本角のイコールアレクサントロスの童貞はないということをちょっとダニエル書8章のところでお触れになられましたが そのようでしょうか。そうですね、ユダヤ教 の, その、先ほどの旧約聖書にはダニエルの書の予言の中でこの日本角のオシツジと一角の角のヤギというのが出てくるんですけれども、その解釈ではその一角のヤギの方がアレクサンドロスというふうに通常、解釈されているのでちょっとズレはあります。それはダニエル書自身のテキストがそう語ってますよ ね,、そうですね、1本。そのただユダヤ教の聖書解釈という点ではどのようなものをお調べになってその結論を導き出す、まあ、私ユダヤ教の聖書解釈を専門にしているものですから、ですね、私が今回使ったのは、ちょっとあとで論文の抜き刷りを私としては具体的なそのユダヤ教の、タルムードですとかあといくつか使ったんですけれども、ちょっとここにここではそうですか、その転居まではそうですお話の中で言われます。そうですか。個人的にはちょっと読んだような気がするんですけれども、うん、どのようなものをお調べになられたのかなと、ユダヤ教聖書解釈はとっても広いですから ね、簡単には言えないと思います。またいろいろ ご教示いただきたい点もあります。どうもありがとうございました。次回の、公開会員会ですけれども1月14日の土曜日にオランダの、イトレヒト大学の、エリック・オッテンハイム先生をお招きしまして、何のための対話か、オランダにおけるキリスト者とユダヤ人というですね、そういう、講演を予定しております。また、よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。